青木につながる、シュートを打つ、縦にパスを通す、青木前を向いた、いね、左足。勝ち点で並ぶ札幌鹿島、状態を上げてきた両チームにとって今日勝ち点3を取り上位へ接近できればシーズン大きな意味を持つ可能性がある第11節です。左を使います、スガン落として中村東也のパスわずかにずれます、福森ダイレクト、青木につながる、シュートズ、これはふかしてしまいました、頭を抱えました、ビッグチャンスでした青木亮太です。いや決定的でしたね、今ね崩すところまで完璧でしたね、はい、そして入ってきたところを強く行きます、もう一度金子、間を割る、縦にパスを通す、青木前を向いた、いいですね、左足ゴールの上、今日早くも2本目のチャンスが来ました青木です。いやしっかり整った守備の中でね、どこで、まあ、ほころびが出るのだろうと思いましたけれど、縦に入れられましたね、青木選手が最終ラインと中盤の間で受けて本当にスムーズなターンから、ボールの置きどころも左足でね、悪くはなかったと思うんですけども、先ほどと同様ちょっと浮いてしまいましたね、もったいなかったですね、はい、名護折り返し、鈴木、見事なゴールが決まりました、一瞬の隙、その金子拓郎、ドリブル数ダントツ、さらにクロス数第3位という選手です。札幌の今シーズンの間違いなくストロングです。中村東也から胸トラップ、宮澤フェイント入れて浅野、もう一人パス、左足、ナイスブロック、関川ブロック、いやーまあ双方でしたね、今ね宮澤選手の落としから浅野選手、まあ、小さなキックフェイントを一度二度としましたけれども、素晴らしい攻撃になりましたね、はい、ショートコーナー、ね、金子かわした右利き足、振り抜いた、根本またぐ戻した、岡村ダイレクトクロス、跳ね返す広瀬、福森ゴールの上、決まっていればスーパーゴールというようなボレーシュートでした。前へ、そして中央へボールを送るようジェスチャーが飛ぶ、知念がいいプレスバック、ルーカスから飛ばせない、こぼれ球に金子が詰めている、金子倒れた、まあ、この映像だとね、金子選手が前に持ち出した、まあ、その後金子選手の、ね、体に常本選手が、ね、当たっているように見えましたけどね、